はい、どうも、こんにちは、監督です。今日はですね、今まで、いろんな経験を踏まえた知識だったりとか、自分が勉強したこと、いろんなこと話してきました。けど今日ものすごく大事な話します。知識とか、そんなのはもう後でいいんですよ。とりあえず今日する話、必ずしっかり最後まで聞いて、これを聞かないと実際知識いくら入れたっても正直意味ないぐらいの大事な話するので、ちゃんと最後まで聞いていってください。僕もしっかりと気持ちを込めて喋っていきます。では、早速行きましょう。競技力を向上させるためには、これはね、簡単に言ったら皆さんこれを目指してるわけじゃないですか。速くなりたい。強くなりたい。これを思って皆さん毎日頑張ってるんですよね。まあ陸上だったら速くなりたいとか、まあ遠くに投げたい、高く飛びたい、遠くに飛びたい、いろいろありますよ。とりあえず競技力を向上するために皆さん毎日頑張ってるんですよ。それについてどうやったら競技力向上しっかりできるのか、それを今日は話していきたいと思います。まず最初に、トップアスリート、もしくは、自分から見て自分より強い選手がしている練習の真似をすることが大事なんですか？確かに強い選手だったり有名な選手、自分より強い選手がやってる練習見ようと思いますよね。気になりますし、これしたら俺も強くなれるんかなって思うじゃないですか。僕も思いますよ。誰でも思います。思うんですけど、真似することも大事。確かに真似することから始まることたくさんあります。ただしかし一番大事なことは、そのトップ選手もしくは自分より強い選手がやってる練習の意図、なんでやってるんだ、どういう意識でやってるんだっていうことに気づけるかどうかなんですよ。ただモノマネしてたって全く意味ないんですよ。なんであの選手ミニハードルでドリルやってんだろう、とりあえずやってるあのドリル俺もモノマネしてやってみようみたいな。やったって早くならないです。本当にこれは本当です。モノマネしたって何の意味もないです。本当の本質的なところはその練習をやってる意味、意図に気づくことなんですね。で、競技力向上のためには明確にしなければいけないことがあります。それは目標をしっかりと設定することです。で、どういう風に決めていったらいいのか、目標っていうのはね。それは1番、目標をまず具体的に決める。それも達成可能な目標です。例えば11秒台の子が、俺今年9秒台で走るわ、こんなん達成可能かって言われたら、それはもう限りなく 0% に近いじゃないですか。そういう無茶苦茶な目標じゃないんですよ。すごく大事なことは、まあね、目標って言っても何秒で走るとか、誰々さんに勝つとか、どんな大会に出る、例えば日本選手権、インターハイ、国体に出たい、そういう目標を具体的に決めるんですけど、その具体的な目標は長期的な目標は今言った通りざっくりでいいんですよ。で、それに行き着くまでのプロセスを明確にしていくことが大切。ってことは短期目標も決めなきゃいけないんですよ。短期目標、例えば例に出しますと、12秒0、 100メートルで言うと12秒0の選手の場合だと、今年中に11秒中盤、11秒5前後で走れるようになりたいな、今年中に、この期間を決定するってことがすごく大切なんですよ。期間を決めずにね、短期って言ってるからある程度期間を決めることになるんでしょうけど、期間をしっかりと決めないと、逆算ができないんですよ。例えば、今年中、例えば10月の大きい大会で俺は11秒5で走る。そのためには、今俺は何しなきゃいけないのかっていうのを、そこの10月の大会から逆算するんですよ。この逆算が大事なんですよ。だから12秒台の選手が10秒台で走りたい、今年中に、今年の10月に10秒台で走りたい、そこから逆算できます？今12秒なのに、そこに行くまでのプロセスをぎゅうぎゅうに詰め込んだプロセス作れますか？できないですよ。自分が全部変わらなきゃいけないです、実際そんだけ上がろうと思ったら。だからそういう長期的な目標、かなり難しい目標はまず置いておいて、まず短期的な身近な目標をしっかりとクリアしていくってことが大切になるんですよ。ね。で、2番。自分の理想像。現時点でのですよ。
現時点での自分の理想像、まあ僕ら短距離だったら走り方だったりとかフォームのことですよね。そういう理想像を明確にしておくこと。完璧に明確っていうのは難しいかもしれないですけど、イメージをしっかり作っておくってことです。で、こんな動きがしたいな、こんな能力を身につけたいなっていう目標、理想をしっかりと作っておくってことですね。これがまず大事。一番が目標をしっかりと達成可能な目標、特に短期目標を具体的に決める。これ大事ですね。で、これをじゃあ目標を立てました。はい、じゃあ早速やっていきましょう。実行に移します。この下に書いた英語4つ、これに大きく分けると4つに分けられるんですよ。プラン、計画ですよね。プランって言ったら計画を立てる。で、do、 実行ですね。実行、まあ簡単に言うとここで言うと試合ですね。本番、計画を立てて本番に臨む。で、本番に臨んだ後にチェック、評価する。その試合がどうだったのか。例えば 100m だったら、その試合に出て自分はどういう走りをしたのか、これをしっかりと評価します。この評価なんですけど、一言で書いてあるんですけど、いろいろあるんですよ。陸上、特に短距離だったらグラウンドコンディションあるでしょ。で、そのグラウンドコンディションに対して自分はどういう準備をしたのかっていうことも、もちろん記録につながりますよね。それの評価も含めてです。全部含めて。走り方だけじゃないです。そういうところまでしっかりと細かく評価することが必要になります。ね。で、しっかり評価したら次は、じゃあどうしたらいいんだろうな、次の試合に向けて。改善するんですね。この評価、反省ですよね。反省を踏まえた上で、どうやったらもう次もっといい試合ができるかなって改善策を考える。アクションを起こすんですよ。このPDC、プラン、do、チェック、アクションっていうこの4つをしっかりと行っていって、それをずっと順繰り回すんですよ。計画立てて試合に臨んで、で、それを試合を踏まえた評価をして、その評価を踏まえて改善をすると。改善の練習をする。で、またプランを立てる。で、試合に臨むって、これずっと順繰り回していかなきゃいけないんですよ。これが、少しずつこういうことを繰り返していくことで競技力が向上していくんですよ。目標を立ててしっかりと明確にして、それでしっかりとね、準備をする。で、計画を立てて試合に臨んで、それをまた評価して改善すると。この一連の流れがしっかりとできてないことには、自分の立てたこの最終的な長期目標なんかには届くわけないんですよ。全く。しかも長期目標って結構高い目標を立てるじゃないですか。ね。この長期目標に絶対届かないんですよ。これがしっかりしてない。で、特に、この PDCA サイクルって言うんですけど、この PDCA の中で具体的にね、どういう風に行っていったらいいのか。それを今からまた説明していきます。ちょっと待ってください。はい。特に PDCA の中でも P と C と A。計画と、で、ここに、D が入りますね。で、D、試合があって、で、評価して改善する。この P と C と A って、自分にある程度知識だったりとか、感覚がないと、これできないんですよ。だって、まずそもそも何にも自分に知識も感覚も何にもなかったら、まず計画を立てれないじゃないですか。だって自分どうしたらいいか分かんないんだもん。とりあえず試合に行くだけみたいな感じになるじゃないですか。だから計画を立てることもできないじゃないですか。で、試合に出る。で、試合に出たって自分に感覚は残ってないし、反省点も出ない。だから評価ができない。ね。これできないでしょ。で、評価ができなかったらもちろんおのずとこの A、アクションの改善もできないですよ。だから、自分にしっかりとしたノウハウというか、目標達成するにあたっての知識とか、感覚がないと、そもそも目標達成できることが難しいんですよ。じゃあどうしたらいいのか。行動を起こすの。アクション。これもアクションなんですよ。改善の方のね。けど、こっちのアクション。行動を起こす方。
必ずしてください。行動を起こす。バカでもいいんですよ。僕バカですから、めちゃめちゃ本当にバカですよ。でもこうやって人にこうやって話ができる、それは本気になったからですよ。僕が陸上競技に対して。だからバカでもできます。人間だったら誰でもできますよ。だからとりあえず行動を起こしてみましょう皆さん。これを起こさんことには今まで話してたこと全部パーです。何もできないです。だからこまず行動を起こす。どういうことをすればいいのか。勉強する。人を見る。ね。勉強する。人を見る。特に動きとか、行動とか、その人の言動とか。これね、強い選手に限定しないんですよ。大体皆さん強い選手見たがるじゃないですか。強い選手、動きだったりとか、日頃の行動だったりとか、言ってることとか、ね。気になるじゃないですか。けどこれね、強い選手に限定しちゃダメなんです。なんでかっていうと、できないっていうこと、もしくは弱い選手って弱い理由があるんですよ。絶対。何かしらの。一概にこれだとは言わないですよ。ただ何かしら理由があるんですよ。勝てなかったりとか、記録が出ない選手って理由があるんです。その理由に気づかないことには、いくら強い選手ずーっと見てたってわからないんですよ。だから、必ず、いろんな選手を見るってことです。人を見るっていうのは。強い選手、弱い選手、関係なく、全体的に見て、あ、この人はこうだからこうなんだなっていう風に、しっかりと、見極めていくということが、すごい勉強になるんですよ。ね。で、次。人に聞く。これも大事です。これもアクションですよね。例えば、部活動で先生に聞く。よく先生に言われたことありませんか？質問してこい。してくる、そういう、してくる子は強くなるんだと。まさにその通りなんですよ。なんでか。よくツイッターでも DM 僕に来ます。そういう人ってすごいと思うんですよ、実際。だって行動してるから。知りたいんですよ。早くなる方法。自分じゃわかんないから、教えてくださいって。僕だけじゃないと思います。いろんな人に聞いてると思います。このアクションを起こしてる人って、まず早くなる権利がもらえ、強くなる権利がもらえるんですよ。だからこれ人に聞く、すごく大事だと思います。今はね、SNS とか、サービスがね、どんどんと普及してきて、人に聞くことが容易になってきてますよね。だからできると思いますよ、皆さんも。だからこれ人に聞く、これ大事です。で、人に聞く。人に聞いて、で、そこから聞いたことによって自分でまず分析して考えるんですよ。考える。あ、聞いて、例えば僕に何か言われて聞くじゃないですか。で、聞いたら、あ、なるほど、わかりました。じゃあやってみまーす。つって、何も考えないでやってたら意味ないんですよ。それが、その人にとって合うか合わないかなんて自分で決めなきゃいけないからです。何にも考えずにそのままもらってそのままやってたって絶対にダメです。もし偶然あった、会えば、それが、その理論がぴったり合えばいいですけど、そういうことはなかなかないです。まず自分で考えるってことがめちゃくちゃ大事になります。例えば、こうした、こういう練習した方がいいですよ。じゃあ、こういう練習やってみよう。じゃあ、どのようにやったらうまくできるんだろうか。自分はどういう意識でやればうまくできるんだろうか。考えることがめちゃくちゃ大事です。こうすることによって競技力にものすごい影響出ます。で、考えた結果、行動する。言ったらチャレンジしますよね。よし、やろう。よし、俺こうだと思うな。こうやって言われたけど、こうだと思うな。じゃあ、こういう風にやってみよう。実行に移すんですよ。チャレンジする。そして、チャレンジした結果、どうなったかっていうのを受けて選択するんですよ。これは自分に合うな。これは自分に合わないな。これを選択して、自分で選択して選んでいくんですよ。これを繰り返していくんです。練習をひたすら繰り返すことも大事なんですけれども、この考えて行動に移して選択していく。これをずーっとまたじゅんぐりやっていく。さっきの PDCA じゃないですけど、これもじゅんぐりやっていかなきゃいけないんですよ。ね。で、最後。ここの動画を見に来てる時点でもうモチベーション高いと思うんですけれども、一応、これからね、何かの原因でモチベーションが下がったりとかあるかもしれないので、今見てる方もここからも見ててください。モチベーションが上がらない人へ。まあ、いろいろね、ストレスだったり、いろんな背景があると思います。で、気分転換したいな。気分転換。ね、大事ですよね。カラオケ行く。ね、カラオケ行く。自分の好きなことする。
ドライブする、綺麗な景色見に行く、何でもいいですよ。気分転換する、でもしくは信頼できる人、家族だったり、で教えてくれてる先生だったり、友達、大事な友達だったり、恋人だったり、そういう信頼できる人に話していく。うん、これも、一つのモチベーションを上げる方法にはなると思うんですけれども、実際問題が起きてるところって多分うまくいかなかったりとか、例えば練習でうまくいかない、うまく走れない、結果がうまく出ない、そういうのが背景にあってモチベーションって上がらなくなるんですよ。あ、まあ他にもありますよ、怪我とかそういうのもありますけど、やっぱりそういうのを回復させるためには自分で成功に導いていく過程を作らなきゃいけないんですよね。だからそうするためにはどうするべきなのか、これもいいですよ。気分転換もいい。信頼できる人に話をするもいい。けど、これしたって直接的成功に結びつかないじゃないですか。気持ちは落ち着くかもしれないけど、また練習して失敗したら、ああ、またダメだったってなるじゃないですか。だから、小さな目標設定するんですよ。もうすぐ手が届きそうな目標。けど、今は届いてない。けど、もうちょっと頑張れば届くぐらいの目標設定をするんですよ。ね、身近なものでいいです。何でも。練習でもいいです。例えば、ウエイトだったら、こんだけ上がるのが、例えば、1キロだけ重いもの上がった。それでもいいんですよ。簡単に言ったら、ちょっとした小さな目標設定をしていく。ね、それをしていって、それを達成して、ね、それを達成したら、あ、自分はまだ成長できるんだ。もしくはこういう小さな目標設定に向けて少しずつ頑張っていけばいずれ達成できるでしょう。その達成できた時に、あ、自分はまだ成長できるぞ、まだまだいける、まだまだ改善していけるぞ、まだ戻していけるぞ、そういう風に感じることで気づくんですよ。あ、俺いける、この俺いける、俺まだやれる、こうやって気づくことがモチベーションが上がることにつながるんですよ。なんでかっていうと、クリアすることで自分に自信が出たり安心するからです。そもそもね、このモチベーションがしっかりと保たれた状態じゃなければこんなのできないじゃないですか。勉強して、人見て、人に聞いて、分析して、考えて、それを行動に移す。で、それ選択するなんて。で、選択して、そうやってやって、練習していく。で、練習したら、最終的に試合に向けて計画を立てて、で、試合に出て、ね、試合に出て、またそれを評価して、で、改善するなんて、モチベーションなかったらできないですよ。こんなこと。だから、まず大事なのは、このモチベーションをしっかりと保っていくこと。これをしっかり、どうやったら自分がモチベーションを保てるんだっていうものを、自分で見つけていくってことも大切なことなのかなと思います。まあね、皆さんにいろいろと今まで話してきましたけど、早くなるためには、まず考えるってことを皆さんしてください。ただ、人に言われた、強い人こうやってやってた、それだけで、鵜呑みにして、それだけただ単純にやるのも大事です。けど、それに対して考えを持ってください、自分で。そうしたら必ず自分の新しい感覚だったり、そういう感覚が、競技に生きて、結果に結びつくと思うので、この授業というか、この説明を、僕の説明を聞いて、で、何かね、パッと気づいてね、で、明日から皆さんの競技に何かしらのいい影響があれば僕は嬉しいなと思います。では、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた!はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらの方もフォローお願いしますね。では、また次の動画で会いましょう。